宝聖院本堂宝聖院不動堂。宝聖院は、埼玉県北勝鹿郡杉戸町杉戸にある、新言宗地山派の寺院。三号は、杉戸山。通称杉戸不動村と称する。本尊は、大日如来。会期は、永禄三年、薩定城主の一式吉直公が安山と子供の成長を願い、安山不動明を安置したことに始まる。現那二年。 杉戸塾が日光道中の人罰義律の宿場として幕府から命を受けて二十一の宿場の5番目となると、街道沿いに位置する宝船院は道中の拠点となり、本堂などの仮覧が整備された。杉戸塾が日光道中の宿場として急激に発展し、天保十四年には本陣、脇本陣のほか四十八軒の旗小屋ができ、旅人、商人、農民で賑わうと、 杉戸不動村は、人々の願いを託す日光道中の祈願書として、信仰を集める。以後、地域の仏教行事をはじめ、寺子や教育や旗子屋の大務や、戸籍の管理などの重要な役割を担い、明治期には一時、軍役所や小学校が置かれる。現那2年に、教職和尚が入山し、宝聖院、第一世となり、杉戸塾本人の庇護を受け、 本尊大日如来を祭り本堂を建立した。関東大震災にて大破し、昭和9年に再建され、平成9年に改修が行われ、道内に十三仏が安置される。嘉永2年に再建された、不動堂は、建物全体に彫刻が施され、16体のうち1体だけが、傘を持つし知るもので、また、不動と記号された変額は、武田信玄の子孫。 徳川幕府の高下職を務めた武田信之によるものである。創建寺の安山不動をはじめとした三不動を祀った東道府は武州東部三大不動村として信仰を集めた。不動堂内部には中央に一式吉直をゆかりの安山不動明王が安置され、その周辺には四大名王が祀られている。向かって右手は江戸時代の武士岩国幸運作である。 成田山不動明王があり、成田山新生寺の文霊として当地に安政4年に安置された。左手には菅谷不動明王。こちらも岩国幸運作とされ安政7年に新潟県柴田の菅谷寺よりご文霊として祀られている。ありがとうございます。